何が出るかな、何が出るかな。病院での恋愛、職場結婚とかはあったりするんですか。ハスコは今まで。ハスコチャンネル、皆さんお仕事お疲れ様です。ハスコです。今日は視聴者の皆さんからいただいたコメントの質問に答えていく質問コーナーをやっていきたいと思います。コメントで質問してくれた皆さん本当にありがとうございます。というわけで、ハスコの質問ガチャガチャをやっていきたいと思います。ガチャガチャが好きなんですよね。で、そのガチャガチャをうまく利用して質問コーナーに使えたらいいなと思うので、DIY したガチャガチャの中に皆さんからいただいた質問の紙を書いているので、こうガチャガチャで回して出てきた質問に答えていくっていう形式でやっていきたいと思います。じゃーん、ピノガチャ2箱使ってこんな感じでガチャガチャができるので、これを作ります。せーの、ハスコお手製ピノガチャ。この蓋はついてないんですけど、はい、オリジナルでつけてみました。ここを回して、はい、出てくるっていう感じですね。じゃーん、この中に質問の紙が入ってるので、紙が落ちた。すごい赤いね。じゃん。それでは早速ハスコの質問ガチャガチャ。何が出るかな、何が出るかな。最初の1枚目に選ばれたのが、副業は病院側は大丈夫なの。副業 OK です。院長先生が副業 OK している病院なので大丈夫です。次、あ、じゃーん、次、自炊はしますか、また、得意料理はありますか。自炊は最近はやってません。得意料理は、シチューが好きですね。シチューが好きです。シチューが得意料理です。わーん、お休みの日は何してますか。最近もう YouTube の撮影に行ったり編集したり、 YouTube のことに全振りしていることが多いです。その YouTube をやるまでは結構カフェ巡りとかが好きでした。キャンピングカーを使う予定は今のところないです。まあ、運転めっちゃ下手ってわけじゃないんですけど、大きい車をまだ運転する自信がないです。これ楽しい。道の駅で食べる料理で一番のおすすめは海鮮丼。海鮮丼です。道の駅の方北で食べた海鮮丼がめっちゃ美味しかった。道の駅方北の海鮮丼。病院での恋愛、職場結婚とかはあったりするんですか。ハスコは今まで全くないです。でも職場の先輩とかが患者さんと付き合ったことがあるって聞いたりとか、ドクターとナースが結婚したりっていうのはあると思います。兄弟姉妹はいますか。ハスコは一人っ子です。お兄ちゃんが欲しかったですね。一番行きたい県はどこ。おー、北海道。県じゃないか。県ですよね。行きたい県、まあ、ありすぎるけど富士山富士山見に行きたいんですけど、山梨、静岡、両方行きたい。お、2個出てきた。10万人、何かイベントとかありますか。そうですね、本当にありがたいことにもうすぐ10万人に近いところの登録者まで行っています。皆さんいつも本当にご視聴応援ありがとうございます。結構グッズを作ってもらいたいとかいう声もあるので、何かこうね、グッズとかあればいいなと思います。
家が嫌いなんですか？家での様子はどうですか？そうですね、家別に嫌いじゃないです。好きなんですけど、こう結構アウトドア派で車で過ごすことが多いです。なので車の頻度が多いっていうだけで、家別に好きですよ。家での様子ですかね。寝てます。ずっと寝てます。ほとんど寝てます。一番好きな食べ物はラーメン。ラーメンですかね。おすすめの道の駅、おすすめの道の駅はソレーネ州なんです。山口県のソレーネ州なんです。24時間 のコンビニ売店があるっていうのと、結構そのソフトクリームとか売店のアウトフードじゃなくてテイクアウトフードっていうんですかね、ハンバーガーとかが美味しいです。幼少期はどんな子でしたか？どんな子だろう。幼少期すごい天然パーマでくるくるだったんですよ。自分ではあんま分かんないんですけど、髪も天然だったし、なんかこう何動作とか天然っぽいみたいな感じだったらしいです。夜勤の拘束時間は4時半から次の日の朝9時まで。何時間？5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4、5、6、7、8、9。ちょっと数えられる。17時間ですね。で仮眠を取る3時間で引いてご飯食べたりするので13時間ぐらいは働いてると思います。ハスラーのカーテンどうやってつけましたか？あ、このカーテンは動画上げてるので、よかったら参考にしてほしいんですけど、この100均で買った突っ張り棒とこのフックをこの間に差し込んでます。カーテンはナフコのカーテンです。夜勤明けの疲れを取る方法は、美味しいラーメンとか食べることです。これ私だけかな。はい、次。好きな男性のタイプは？好きな男性のタイプですか。私が結構ぽやーってしてるから、結構頭がいい人と付き合うことが多かったです。別にそれがタイプかって言われるとそういうわけでもないんですけど、なんつうんですかね、やっぱしっかりしてる人とかがいいのかな。はい。何かですか？希望してその科になったんですか？ということで、今まで勤めた科としては血液内科と泌尿器科と精神科と産婦人科です。希望して通ったっていうことはなかったですね。第3希望ぐらいまで書いて、それのどれかになるっていう感じです。消化器内科とかに本当は行ってみたかったです。結構まだまだあるので、あと3回にしようと思います。また別の機会で回答はしていこうとは思います。何も書いてないんだけど。名古屋飯食べたことありますか？ひつまぶしとかですかね。名古屋だったらひつまぶしは食べたことありますよ。あと2回です。何の芳香剤を使っていますか？ラボーンのピンクの、何の匂いですかねあれ。今私もこうなんか自分が本当にいい匂いだなって思うのを使いたいなと思ってるんで探し中です。なんか作ってみたいなとかも思います。ラスト、最後の質問、何が選ばれたんでしょう。ララララ、結婚願望はありますか？また求めるものはありますか？結婚願望今のところないです。ないですね。めっちゃ結婚したいとかあんまり思ってないし、別にパートになりたいとか専業主婦になりたいとかもなくて、私も働きたい派なので、求めるもの、まあ、子供とかは欲しいなって思うので、いいお父さんになってくれそうな人とかですかね。というわけで
以上ハスコの質問ガチャガチャでした。質問を送ってくださった皆さん本当にありがとうございました。また今回答えられなかった質問も別の機会に答えていけたらいいなと思っています。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。